戦火の彼方は1946年公開のロベルト・ロッセリーニ監督によるイタリアの映画である。ロッセリーニの戦争三部作と呼ばれる作品群、無防備都市、戦火の彼方、ドイツ霊の2作目である。6つのエピソードで構成されている。1943年後半にはムッソリーニが失脚して連合国側に倉替えをしていて、 この映画の時代にはドイツの傀儡政権であるサロ政権のもとドイツ軍が敵に回っていた。第1エピソードシチリア島海岸の村へアメリカ軍が上陸する。村落の娘カルメラはドイツ兵が潜伏している状態へ案内する。ジャージー生まれの石膏の一人は手真似で故郷の話をし。 ライターの火をかざしながら家族写真の説明をするが、これが標的となって銃弾に倒れ、カルメラまでも犠牲になる。発見した軍人たちは、彼女が裏切ったと思う。第二エピソードナポリが、連合軍によって解放される。少年が泥酔した黒人兵を劇場や廃墟に連れて行き、寝込んだ隙に靴を盗む。三日後、この黒人 MP は少年を発見し、 靴を取り戻すため、家まで案内させる。人々は貧困に喘ぎ、少年は両親を爆弾で亡くしていた。MP は戻った靴を捨てて逃げる。第3エピソードローマで寄ったアメリカ軍 GI が、ローマの夜更けに毛皮を着たブロンド娘に呼びかけられる。ベッドで、今の女は、皆同じだと言って、6ヶ月前に連合軍が初めて、ローマに着いた時の娘を思い出す。 フランチェスカという両家の娘が彼に水を与え、家庭へ招いて乾杯してくれたのだ。再会を夢に描いていたのだ。娘は伝言を頼むが、彼は陰梅の住所だと捨ててしまう。第4エピソードフィレンツェでは、ナチの勢力がまだ衰えず、イタリアのパルチザンとドイツ軍との間に白昼の紫外線が絶えまない。病院で看護婦として働いている。 アメリカ女性ハリエットは戦前恋人であったギードという画家を探している。パルチザンの当首となっている通称、ルーポが重傷していることを知る。彼女は知人の男と一緒に銃弾が降りかかるフィレンツェの死街を突破するが、敵弾に倒れたパルチザンを解放しているとき、死に行く彼の口から、ルーポ、これで同じになれると言われ、恋人も亡くなったことを知る。 第5エピソードドイツ軍の反撃が強まる中、500年も、経つカトリックのフランシスコ派僧院に3人のアメリカ従軍司祭が宿を求めてくる。それぞれ宗派をことにし、カトリックとルーテル派のプロテスタントとユダヤ教である。アメリカ軍の缶詰をもらい、久しぶりのご馳走をしようと考えていた僧侶たちは、異教徒が2人いて困惑して、宗教論争が始まる。 自分たちは二つの魂を救おうと断食をする。カトリックの司祭は戦争で忘れていたものを思い出したと感謝する。第六エピソードポーガワのデルタ地帯。バルチザンたちがドイツ軍に囲まれ、絶望的な戦いを繰り返している。孤立化した一体がドイツ軍艇の捕虜となり、ジュネーブ条約は捕虜まで保護していないと言われる。翌朝、彼らは手足を縛られ、川へ突き落とされる。 悲劇を目撃しながら、なす術がない。1944年の冬のことで、数週間後イタリアは、連合軍によって、ドイツから解放される。ありがとうございます。